ベキューの楽しみがどんどん広がる。そんな思いを込めて紹介する次の楽曲は、空気が変わる常識外ソング、水崎かな。あなただけが全てじゃないから。確かに今空気が変わった気がした。本当に。いい曲すぎる。6歳から歌作りを始めたという生粋のシンガーソングライター。祈るような歌声とコンクール受賞経験もあるピアノ演奏を武器に活躍の場を拡大中。確かに。めっちゃいい。綺麗。最初繊細でこうなんか綺麗な世界観で、でもだんだんパワフルになって、後半になるとあもっと行くの、あもうそこまで行っちゃうのみたいな感じが、かわいい、駆け抜けて行きましたね。かわいい。展開が変わっていき、引き込まれてしまう楽曲。ハローが注目した空気が変わるとは、めちゃくちゃワンコーラス流してくれた。思いっきり印象が、で、ただピアノが A メロから B メロになった時に、ちょっと転調しましたとか、違うオルガンが入ってきましたとか、ちょっと音色が変わったとかだったら、空気が変わったって言ってないよね。これは人の心情まで動かしていっちゃうから。なるほど、今回は空気が変わってるんだ。空気まで変えてってるよって思うんだよね。なるほどね。このサビにどんな顔してる時に嬉しそうね。びっくりのポイントの一つが、まさかのテンポチェンジ。この BPM、まあ、リズムが変わるの。テンポ変えるっていうのはなかなかやらなくないですか。いや本当に勇気がいることだと思う。めっちゃやる。テンポチェンジしちゃうと曲が分断されてしまうし、今まであったストーリーがなんか別物として考えられちゃうから。そうですよね。空気を変える要因のテンポチェンジ、注目して聞いてみよう。ここからテンポで注目して、遅くなってます。遅くなってる。曲はクライマックスでさらなるテンポチェンジが。
すごい説明してくれてる。すごい説明してくれてる。常識破りな手法で感情を揺さぶる一曲、隅々までじっくり味わいたいサウンドだ。彼女の他にも未来に輝く原石たちが全国で活動中。あ、エゴだ。新たなアーティスト、音楽と出会って音楽ライフを満喫してほしい。バックにそれねえ。でもこの人たちを差し置いて選ばれたって思うとありがたいですね。めっちゃいいですよね。ピアノと朗読が切なく、そして情熱的に絡み合う。ブレイクアウト見終わりました。見てくれた人ありがとうございます。これからもよろしくね。ストーリーライフ、シナプストーリー、茨城。